おはようございます。2021年2月15日の配信です。2月13日イタリアの総理大臣としてドラギ氏が就任しました。ドラギさんは欧州中央銀行という EU の中央銀行 EU の中央銀行の総裁を務めていた人です。ドラギさんはなので国際的な知名度を持っていて国際金融に精通している人物ですが、この方がどのようにイタリアを舵取りしていくのか注目されています。特にですね、イタリアという国は少数政党が乱立していて、与党がこう政権与党になっていくのが絶対多数なね、安定過半数を持っているような議会で、過半数を持っているような政党がいません。なので、すごくその知名度とか人気度という面でドラギさんはこう挙国一致、国全体をね取りまとめられるような人物として期待されています。今年イタリアは G20 の議長国も務めますので、ますますこのイタリアがどういうふうに政治をしていくのか、ドラギさんがどういうふうな動き方をするのかというのが非常に注目されています。とはいえですね、やっぱり少数与党が、寄せ集めというような状態で政権を握るということですから、ドラギさんに何かこう失敗があったりとかですね、人気が陰っていくようなことがあると、まあ、また、イタリアの政治というものが混迷していく可能性も十分ありますので、注意深く見ていく必要があるんだろうなと思っています。